はい、アダムゴンです。ただいまつくばさんの運営祭り会場に来てます。昨日の雨でかなり散ってしまいました。結構散っちゃって悲惨な感じになってますが、はい、ね、こんな感じ。梅林で筑波山の頂上は、あ、見えるかな。筑波山の山頂はちょろっとこんな、あのケーブルカーがチラチラって見えるの分かりますか。すごい、ちょっと見えにくいけど、ここから筑波山の山頂を眺める感じです。はい、ここは筑波山の麓の梅林園っていうらしいんだけど、かなりのもう満開知ってます。葉桜ではなくて本当に枯れ枝になってます。こんな感じ。ああ、これきっと満開だったらさぞ綺麗だったことでしょう。もうね、昨日雨でもう21日までの梅まつり会場、平日だけどやはり平日の割には結構います。駐車場もそこそこいっぱいでした。はい、こんな感じ。初めて来たけど、あ、これ本当にね、もう綺麗は綺麗だったよね。はい、ここは筑波山のジップラインとかもあって、ジップライン誰かやってないかな、それを撮りたかったんですが、ちょっと私は今日は撮影もできないのでジップラインは諦めますか。はい、まあこんなね、もう梅もかあのほぼほぼ枯れてきちゃってるので、満開の時にやるとさぞ綺麗な空から眺める感じでいいんじゃないかなって感じですけど。はい、はい、まあ残りわずかの梅まつり会場からマダムゴンがお届けしました。